第4章「気候を行う時の基本的心構え」「気候を行うとき指導者の指示やマニュアルに従って機械人形のように体を動かすだけではあまり効果は期待できません」「全く無意味というわけではありませんがこれではラジオ体操程度の効果しかありません」「心身ともにリラックスさせるためには」 ある一定の手続きを行ってから動作に入る必要がありますこれを気候では待つと静合わせて待つ静と呼びます第一節放末気候に入るための準備として身体と精神すなわち心身をリラックスさせることが必要です心身がリラックスしている状態を気候では待つといい 松の状態に入ることを放末と呼びます気候では突然思いついたように動作を始めてもあまり意味がありません気候の動作を行う前に放末すなわちリラックスして全身から意識的に余分な力を抜くことが必要ですこのためには姿勢の放末呼吸の放末心の放末が必要となります 放です末すなわち意識的なリラックスを省略して気候の動作を行ってもジョギングやラジオ体操程度の効果しか望めませんので注意してください。A 姿勢の放松調味気候の姿勢は仰向けに寝た状態座った状態立った状態の3種類ですがどの状態でも必ず 一定の筋肉が緊張しています。心身をリラックスさせるために気候では動作を行う前に一定時間各部分の筋肉を最大限リラックスさせる手続きを行います薄目を開ける程度に目を閉じますこれを半眼と言います口を軽く閉じて鼻で呼吸し顔は微笑を浮かべるような感じにします首には力を入れず 頭はやや前にかがめ顎を軽く引くきます。下の先端を上顎の歯の付け根の歯肉の部分に軽くつけておきます。座った姿勢や立った姿勢の時は両肩の力をゆったり抜きます。座った姿勢では両方の手のひらを大腿部に軽く置きます。頭のてっぺんを 天空または天井から糸で吊り下げられているような感じを意識します立った姿勢では胸をやや丸め背中をまっすぐ伸ばし腹部が前に張り出さないように少し引き臀部がやや突き出る形にします両足は肩幅に広げ足は平行にしますかかとのあたりに体重を乗せ膝はわずかに曲げるような感じで緩め 軽く椅子に腰掛ける感じにしますがこれはそのような感じというだけで目で見て曲がっているほどには曲げません具体的には頭の筋肉から始まり顔首肩両手それぞれ筋肉が緩んでいくとイメージしますそして前面は胸腹後ろ面は背中腰尻と筋肉が緩み最後は 両足の筋肉が緩んでいくとイメージします心の中で「冷々の筋肉が緩んでいく」という言葉を繰り返すと効果があります B 呼吸の方末・長域呼吸は細くゆっくりかつ均等に穏やかに自然に行います吸った空気をイメージで下腹部に導く感じで呼吸します吸気時に 腹部と腹部の背中側が膨れるようなイメージを持ちます実際には呼吸した空気は下腹部まで入るはずはないのですがイメージで空気のエネルギーが下腹部まで満ちてくると心の中で思い描きます腹部丹田に吸った空気のエネルギーすなわち気のエネルギーが集中するように感じても結構です心の中でゆっくり落ち着いて呼吸しているとか 下腹部の丹田の部分にエネルギーが集中しているという言葉を繰り返すのも効果があります。C、心、意念の放末、超心。イメージトレーニングでのイメージ、心象を、気候では、意念とも呼びます。心の放末とは、心、すなわち、精神と情緒、感情が安定すること。つまり、リラックスする状態を言います。心の安定のためには？ 姿勢と呼吸の、放末すなわちリラックスが大切です。これは別の言葉で調べ、未、腸息、超心とも呼びます。さらに心を安定させるためには、がんなどの病気に対する恐怖感などを取り除き、病気を克服するという信念を持つ必要があります。繰り返し姿勢と呼吸のリラックス、すなわち放末を行うことにより、 心は少ししずつ安定していきますさらに心の中で心が落ち着いて静かに安定しているという言葉を繰り返すとより効果的があります。第2節「入試図」生徒は気候の用語で放物によって心と身体が静かなリラックスした状態で気候を行い到達した静かな境地を言います。 シズの状態に入ることを入ューと言います気功をする目的は単に身体を動かし血液の循環を良くするだけではなくこの性の状態に心身を持っていくことにありますニュの状態は心身が最大にリラックスした状態になっておりこの状態は非常に暗示を受けやすい状態になっています 病気を治したいという願いを深層心理が受けやすくなっているので乳勢の状態で病気が消えて体が健康になるという言葉を心の中で繰り返すと病気の治療に効果があります普通の精神状態でいくら病気を治すために頑張ろうと根性を頼みに力んでみてもほとんど効果はありません逆に余計な力みが 心に負担を与え、病気が悪くなる可能性もあります。よく病気の人に「頑張れ」と言って励ましても逆効果であると言われますがこのような理由があるのです。末入図末入生を何度も繰り返すうちに「放末」と「入生」の程度がだんだん深まっていきそれに伴って暗示の効果も増大します。 第三節、気候の習得は数日間でできるものではありません簡単な工法から複雑な工法へゆっくり順序立てて訓練し次第に身につけるものなのです特に姿勢と呼吸は大切です姿勢と呼吸がある程度習得できたらイメージトレーニングである意念もできるように努力します その人の体質、病状、やり方によって効果が出るまでには時間がかかりますが、早い人で10日、遅い人でも1ヶ月くらい、毎日1時間くらい熱心にやれば、ある程度の効果は出てきます。早く身につけようと焦るのではなく、生活習慣の一部となる意にして、必ず毎日行うようにします。気候法を早く身につけて、 病気への治療効果を出そうと焦らず順序立て習得し中途半端にならないようにしますむやみに上級の気候法を行ってもあまり効果はありません B 挙上居み気候では上半身は緩めてリラックスさせ下半身は意識してしっかり安定させます上居とは上半身をリラックスさせることで下見とは 下半身をしっかり安定させることです頭間側熱と同じ意味です。現代生活は、どうしても、上半身特に、頭部から、首にかけての負担が大きく、上実る下むなしない、死闘熱足感の状態になりやすいのです。頭に来るとか、頭に血が昇るとは、このような状態を指しています。電呼吸法で学んだように 意識を下腹部丹田に置き、動く時も重心は丹田に置くように意識します気候を行いながら呼吸が下腹部の丹田に沈み込み丹田が充実していくと意識します日常生活でも常に下腹部を意識して安定させるように心がけます C 練り用車お金練り用車お金とは 気候の訓練すなわち練り行を行っている間にも適当に休養をとることが必要であることを意味します。気候である程度身体を動かしたら適当な時間休養をとることが必要です。練り行と休養は密接に結びつき両者は助け合い補い合ってより一層の効果をもたらします。練り行の時病気の人は 特に不快なめまいや動悸、息切れ、吐き気などを感じたら、練り行を中止して回復するまで休養することが大切です。特に気候を始めてすぐは、このような状態が起きやすいので、注意が必要です。とにかく体を動かしていて疲労したと感じたら、すぐ休む必要があります。はじめのうちは、病気を早く治したい一心で、少々の疲れは、 無視して次から次へと休まず寝行したくなりますししかしこのような焦りは逆効果である程度休みリラックスした状態で気候を行うことが必要です休むことも気候の訓練のうちと考えるようにします D 飛行的義飛行とは意念イメージ気やるという気構え 力・筋肉の緊張の強さや時間の長さのことで日のど適義とは意念や呼吸を適切な強さ加減で行うことを言います意念や呼吸は強すぎてもいけないし弱すぎてもいけないのです意念・イメージや呼吸が強すぎると雑念は減りますが精神的に緊張してめまいや頭痛が起こりやすくなります 念イメージや呼吸が弱すぎると雑念が起こりやすくなり入生しにくくなります。気候を始めた時は「さあやるぞ」と張り切っていてもしばらくするとただなんとなく義務的にイヤイや体を動かして「早く終わらないかな」と思うことが多くなります。あまり張り切りすぎてもいけないしダラダラとイヤイややっても意味がありません。初心のうちは 大抵は、余分な力が入っているのが普通です。程どいい加減で長く続けることが大切です。いい意気合逸。意念と気を融合することを言います。意念とは、意識的な観念という意味でイメージのことです。気候法では、気という生体エネルギーを、意念すなわちイメージを使って体全体に巡らすことが大切です。これを 意ををって気を導くと言いますすなわち身体を動かしながら気というエネルギーが身体をめぐって血液循環を改善し元気に満ちあふれた健康な体になるというイメージを心に念じながら練り子をします具体的にどこに気が流れるかをイメージしながら行う工法も多いのでその都度解説しますこのような、な念すなわち、 イメージを心に描きながら気候を行わなければ単なるラジオ体操と同じで大した効果は望めません。F その他気候を行う場所は原則的にはどこでも可能ですができれば屋外で周囲に樹木のある静かなところが理想的です。屋内で行うときは風通しの良い部屋で極端に暑かった寒かったりしないようにします。 時間もいつでもいいのですが、できれば早朝が理想的です。服装は、できるだけ軽装とします。メガネ、アクセサリー、腕時計、指輪などは外します。食後は、酒、空腹時に行います。